ゃうんだろう。そうね、はい、ソーニャどっ上がれる？上がれる？上がるんすか？え、下でしょ。ソーニャ上がれない。ソーニャ下で。ゆるキャラはちょっとね、あのディナーショーケース、はい、石丸、お石丸ちゃん、石丸ちゃんです。石丸ちゃん、こんにちは。石丸ちゃんは西区のキャラクターです、ね、はい。で、西区の、はい、横浜西区のキャラクターで、はい、どんなキャラクター？お前さんを撮ってますよ、お前さん。休憩中ですか、大丈夫ですか、はい、そうなんです。あ、なるほどなるほど、はい、そういうことか。部下になるわけですよね。部下なんですか？部下か上司か分かんないです。どっちが上司なんですか？そこそこのキャリアがありますから。あ、どんなキャリアがあるんですか、未来ちゃん。あの、まあ、活動結構古いですよ、そこそこ。あ、そこそこ、そこそこちゃんと老舗キャラクター、はい、ベテラン、ベテラン府警さんですから。あ、そうですか。じゃあ部下の方がお写真撮ってるのかもしれないですね、はい、そうですね、神奈川県警のキャラクターで、はい、でその神奈川の中に桜が、よく咲くいい名所があるんで、はい、その髪飾りのところに桜の、はい、髪飾りをしてまして、頭の、はい、そして隣はザック、はい、これザックですね。ザックは結構皆さんね、 CM とかでも見たことあると思いますけどもね、はい、ジェイコムのインターネットのキャラクターですね。これザックと ZAQ っていうね、うん、ザックって書いてあるのが顔にそのまま書いてあるんですけども、はい、ジェイコムのキャラクター、ね、ザックはね、この体長、身長がですね、90mm って言われてるんですね。え、9センチ、はい、大きいな。なので、伸縮自在と、伸び縮みはできますよって。あ、縮みました、はい、伸びました。で、ちなみにあの体重も出てます。体重、ゆるキャラで体重出てるなんて珍しいんですけども、はい、ザックの体重ちなみにどれくらいだと思います？え、リンゴ3個分。キティちゃんパターンですね、キティちゃんパターン、リンゴ3個分、なるほど。野呂垣さんちなみにどれくらいだと思います？このザックですよ。分かんない。分かんないってある？分かんないで、一番向こうですかね、はい、一番向こうが、YCV ですね、はい、横浜のケーブルテレビのテレミン。テレミンはね、大好きな食べ物がありまして、はい、その食べ物がショートケーキと。あ、ショートケーキが、ショートケーキが大好きです、ね、私も好きですよ。そうですか、ね、多少あるのかな、このイベント。まあ、ちょっとこのコーナーが終わった後にちょっと負ける時間があるかもしれないですね。そうですね。いともお子さんとかね、隣に行ってお写真撮って。オスメスあるんですか？え、それぞれオスメスは。オスメスありますか？え、大体そうですね。お未来ちゃん女の子じゃないですか？はい。あの、西丸ちゃんもだ、あの、女性です。女性。え、ちゃんが、ソーニャンは違う。女性、男性ですね。そういうのないですね。そういうのないです。男女じゃないんです。はい、キャラクター。金だから。はい。そういうのないです。ソーニャン、ソーニャンめっちゃ見てくれてるんですよ。ソーニャンは、どっちにゃん？男にゃん？メス？メス？あれ？そういうのない。そういうのない。そういうのない。なんでソーニャンはそういう人がいない？ちゃいって人いないけど、ソーニャンはわかんないですね。ソーニャンは男でも女でも。猫ですからね。はい。まだまだね。石丸ちゃんはそういうのはない。はい。で、まあ未来ちゃんは女の子ですもんね。間違いないですか？ザックは、はい、ザックはどっち？あれ？ザックどっちなんで？ザックもそういうのないのかな？ない。かしげてます、首を。テレミンも、そういうのない。そういうのない。基本そういう。なんで俺だけ？斎藤さんと撮ると？あ、800円らしいので、はい、どうぞご希望の方は。そこそこの稼ぎになるわ。はい、ちゃんとお金取ったら。そろそろ。撮ってくれてた、はい。ステージのお時間もありますので。わー、はい、本当だ。こんな、はい、こんなたくさんのゆるキャラ揃うステージ、今回。はい。ね、だけですね。さあ、はい、ぜひお集まりいただきたいと思いますので。練習は今回だけなんですよ。はい、この後、ステージ横で撮影会を行いますので、ご参加ください。どうもありがとうございます。はい、引き続き横浜西口夏祭りお楽しみください。はい、8時ありますので撮影会ぜひともご参加ください。